こんばんはいつも動画を楽しく拝見しております。今、うつ病治療中ですが、いつも周りの方が自分より辛いのではという考えが抜けず、治療に集中できません。自傷もしますが、SNS にはもっとひどい自傷をする人もいるし、自分なんてとずっと考えてしまいます。先生はとても良い方なのに申し訳ないです。毎朝起きるのもだるくて、仕事も何もかも投げ出して消えてしまいたくなります。 まあそれはね SNS 探せばですね自分よりひどい人って絶対いるの,いるのでそういうねあのことを言うとキリがないですからまあ自分のことに集中して治療して良くなってあの自分の人生を楽しんだ方がいいと思いますねだから自分より悪い人がいるんじゃないかと思って なんかこう、落ち着かないっていうのは、うつ病の持つ、なんて言うんだろうね、ナンバーワン思考というか、自責感というか、うつ病特有の、なんかある種のナルシシズムみたいなもんなんですよね。例えば、自分は世界で一番価値がないんだっていう微小妄想っていうのがあるんですけど、でもそれは、 どこかね、世界で一番っていうね、一番を目指す古代的な要素っていうのがあったりするんですよね。だから、普通に考えると、自分よりひどい人がいる、いるじゃないかと思って、落ち込んだりしないんですよね。早く良くなったらいいなと思うだけなんですけど、なんか病気のですね、特有の認知の歪みというか、そういうふうに思っちゃうみたいですね。 だから治療に集中できませんというか、まあ、きちんと治療を受けていくで、今こういうことで悩んでるんですっていうことを主治医の先生に言って、ですね、場合によってはやっぱ薬物の調整とか考えたりするのがいいんじゃないかなと思います。